はい、どうもゆうです。今回はですね、50万 SBC の選手なんですけど、まあ、この選手ですね、キミヒ使いました。で、まあ、プレイヤーデビューの方をしていきたいと思います。で、やっぱりちょっと使ってみて思ったんですけど、思ってた以上にまあ守備の使用感がいいのと、まあ、ドリブルの使用感はめちゃくちゃ良かったですね。はい。で、まあ、ここからまだアップグレードの可能性があるっていうのは非常にいいなっていうのと、まあ、あとはやっぱプレイスタイルですね。この的確なパスとロブタツがプラスで持ってるのは非常にでかいですね。まあ、ここの2つが本当に強いんで、まあ、あとはまあセッターも良かったですね。コーナーキックからの得点も絡めましたし、あとはまあ大胆なパスも結構いいかなとは思います。まあ、あんまり使うことないですけど、中盤だと。で、まあ、予測とブルーザーもですね、まあ、中盤でボール刈り取れるっていうところもいいかなっていうのと、まあ、シールド持ちなので、まあ、これもドリブルのしやすさの一つかなと。あとはまあ容赦なしなんで1試合フルで使えるっていうところで、10万なんでめちゃくちゃ安い方かなと思います。アップグレーありきでこの能力でっていう考えると、やっぱクロスが280ぐらいしてる中でこのキミヒの50万は異常かなと思いますね。まあ、バイエルンですし、まあ、調子悪いと言っても、まあアップグレーは正直期待できるんで、まあアップグレーしていけばさらに使用感増すんではないかなっていうのと、まあ質問が多いので言うと、やっぱりブルーノとどっちがいいかって言われると、まあ現段階で僕はブルーノの方が使用感はいいかなっていう気はしますね。まあ、ただまあ正直それに負けないぐらいの使用感をやっぱ感じますし、はい。まあ言っていくとやっぱりキミヒでもいいのかなっていう部分もあります。はい。中盤ですね。で、あんまり使用されてないとか、まあ、あと、まだ作ってないとかですね。まあ、サワー、フリット、ブルーノとか、まあ、中盤が本当にたくさん出てるんで、モドリッチとかも含めて。なかなかあれなんですけど、まあ、全然スタメンにも入るぐらいの強さはあるかなって自分は感じてます。なんで、まあ、この後、まあ、ライブ配信中の試合動画切り抜いてますけど、まあ、その辺ですね。まあ、2試合分ぐらい上げてるんで、よければ見てもらえたらなっていうのと、まあ、まだ一人も作ってなくて、中盤も誰か補強したいっていうんだったら、キミヒ、全然ありだと思います。このプレイスタイル2つはめちゃくちゃ優秀なんで、ぜひ使ってみてください。まあ、自分はシャブドウで使ってました。はい。ってことで、この後試合見てください。お願いします。パスとかいらんよな。なんか、おお、大外か。みんなメンツすごいな。普通にハーランドとか、その辺いけるよな。やば、これどういうこと？キミヒやったらいけるかなと思って出したのにな。やばい。ちゃう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 。まあまあ、ここはね。ひどいな、さっきから。なんか、ほんまダメな時なので。いや、待って、違う。ファーディナンドもいるやん。すごいな。いいね。
わお、ひでえな、ひどいな、ちょっと待って、ひどいな、ゴール前ひどいな、下手すぎる、ババジでいい感じで攻めては入れるけど、逆、あ、そっちか、うまい、取れる、いや取りきれない、いやうまっ、マジで全然取りきれん、さすがにね、オッケーオッケーオッケー、この形、この形ができたい、まあ、キミヒツ今強いけど、なんかブルーノ作ってるんやったら、まあ、ブルーノでいい感がすごいな、強いけどブルーノがマジで何でもできすぎちゃうな、お外やんな、お、やんね、同棲っていうね、これ、これ同棲っていうね、ほんまにですよね、カーなんだよな、いいね、ハーランド。しかもこれ、この人買ってるからすごいコイン持ってるね。いや、待って、そこ取り切られるんや。か、全然ボール取り切れない。マジか、どうしたらいいのマジで、これなんかペナルティーライン入る、入っとるし、けど、いやー違うな、違うな、ほんま違うわ、それは違う、あ、キミヒいね、ナイススミス、ナイススミス、それでいい、ナイスです、いや、オナバトルな、強いんだけど、体がハーランド、ここ置く人多いから、ちょっと気になるな、これ。いいね。惜しい。しゃあない。今のは知らない、ハーランドやっぱサイドいるだけで全然違うな、ビジュアルの設定でありますよ、 DF の表示ってやつ、まあ、普段使わんけどな、あんまり、いやもったいね、ビジュアルで一回見てもらったらあります、
プレイしてくれたら楽。はい、トレーナーでしたっけ？あれ？ビジュアルに、あ、トレーナーか。トレーナーかもしれないです。すいません。そっか、トレーナーか。トレーナー。トレーナーです。すいません。間違えてます、僕が。トレーナーです。アーノルド使ってんねや。全然気づいてなかった俺。いいね。そう、これができるからな、オナバトルな。楽は楽なんやけど。オマティからのからのわお。ちょっともしなかったら聞いてもらえればもう一回見ます。全然最近開いてないわ、そこは。ボンマティ抜けてるんちゃう？いや、いいボール。おもろい。いやてか、最近ドブタツ持ち多いな。クロース、ブルーノ、キミヒ、ダーム。ドブタツの結構中盤ちゃんと入れる選手が増えた。いいね。スミス抜けろ。いやー、待って。今ノアやってる俺が。マジでそれ入んの？それ入るんや。ノーマークやわ。やってんなー。あれ入っちゃうんや。知らんかった。あの体勢のあの位置からで入っちゃうんやな。嫌だ嫌だ嫌だ。やば。何をしてんのこれ。無理です。あれは止めれません。マジか、えぐいな。ございます。えぐいな。安心の。ああ、別の方が情報くれたから、もう全然気づけてなかったです。キミヒな、悪くないけど今は一旦ブルーノでいい感がすごい。アップデートしていったらワンチャンやれるかなっていうぐらいやなこれ。ダメだなマジで。ひどいな。いや、あの体勢出せちゃうんや。マジか。
ファーダムクソ強いな。本当に本当にっすよこれ。いいね、ケミヒ。いやー取れない。取った。やばいな、雑い。いいけど、君ひいいけど、ブルーノでいい感がすごい。まあ、全然それでもいいと思いますよ。オフじゃない。クライフとか相手ならこれやっぱオナバトルでいけるんよな。フィジカル強いやつ来た時にほんまに勝ててないもんな。すごい守備が気になる。中でしょ。打たれる。危ない。打たれる。うっそ。全体で30は切らんようにはしてますけど。ナイス。迷子。ああ、違うか。開いてる。それはやばい。なんか来た。お疲れっす。
クロスはそこ一でいてどう抜かえな、単純に。誰をやったんすかあれ。ここ弱いよなパスがやっぱり。いやーミスった。そういうこと。なかなかなチョイス。伊藤が今人気ありましたけどね。あー下手、下手だ。えぐい。影でいいですよ。いやーもったいね。よく知ってるな。そうそう、じゃないとできないですね。いやーもったいないな。だからさあ、うわもう待って、マジでカピター自分も買ってますよ。もうカピター買っていいと思いますけどね。うわコーナーいいやん。クー言ってたのに結局やめるんかい。キミヒのコーナーも悪くないな。いいね、ドリブルも普通にしやすいよな。キミヒさすがにね。それかけてるんや、かけてのやつやったんや。なかなかいけましたね。これ抜けるんちゃう？無理か。オフやし。ナイスオ。いやーもったいね。ここ間いやーもったいね。ナイス、そうはいいね。
いやーもったいないな。危ない。コース空いてた。今のパスはミスった。あれ、ダイレフラスのサーチ合ってないよな、さっきから。いや無理か、入られた。 KK さんこんにちは。100万いっぱい感覚ぐらいじゃないですか。ドログバ追いかけてないかわからんな。えぐ、真正面押し込まれた。調子悪い時何してますか。やめる調子悪い時はやめるか。何してる。特に何もしないかな。でも試合を見返したりはしてるけど、まあそれ普段からしてるか、別に調子悪いからじゃないし。うまい、それはうまい。まあ全体市場が上がってるから、まあ上がってますよね。ビビダイは勝てんなと思うことあるけど、 CF はそこまで最近沼ってないからな。調子悪いことがないってことはないですけど、ナイスゴー。モドリッチとキミヒはキミヒかな。もうモドリッチはトリベラもあれだったら使わなくなるでしょ。値段的に考えてもキミヒかな。でもそもそもモドリッチってあんまり対人してないけどな。アップグレーの可能性あるんだよね、モドリッチ、あのキミヒは。
あ、下手くそだったな今。キミヒいいな普通に。思ったよりやれてる。今ですね、一応転売情報として、まあ、Discord の方を運営してまして、まあ、入る条件としては、Twitch のサブスクですね。あとは、一応 YouTube のメンバーシップも復活しました。まあ、このどちらかを入っていただければ、Discord の招待送ります。で、まあ、リンクに関しては概要欄の方に貼ってますので、そちらから、お願いします。わからなければですね、僕の方の X に DM していただけたらと思います。で、まあ、登録後、僕の、X にまた、DM していただけたらそこから招待の方も送りますので、よければお願いします。まあこれ、まあざっくりとした、まあ紹介文ですね。まあこういうのをあげてますよっていう感じのです。まあその日、各毎朝、更新してます。で、あとはですね、これ以外にもリンク貼って、まあこれ以外の選手っていうのも別でおすすめに出してたりもしてます。あとはですね、まあ SBC であったりとか、まあ、過去作の TOTY についての、まあ、説明であったりとか、まあ、イベントですね。過去作で出てたイベントとか、まあ、こういう時期はこういうのは高いですよっていうのも紹介とかも、したりもしてます。で、あとはですね、まあ、他にも、まあ、リーク情報とかも、ちょっとここに画面映しちゃってないんですけど、リーク情報とかも、出したりとかっていうのも含めてやってます。はい。まあ、この下にアップグレとか、ブラックフライデーとかもいろいろ貼ってるんですけど、はい。で、まあ自分の成功した案件とかも、その辺も載してるんで、まあ自分がやって転売とかも参考にしてもらえるかなと思ってます。はい。ですね、以前入ってた方とか知ってると思うんですけど、もともと転売情報とか質問系っていうのは全く一緒にしてたんですけど、質問のも結構数多くいただいてるので、ちょっとサーバーを2つ分けました。今2つ運営でしてて、まあだから転売情報だけ欲しいっていう方は、こっちだけをまあ通知にして、もし質問の方でこう数が多くて、通知が多くすぎた間っていう方はこっちは通知オフとかに分けるようにまあ2つに分けてて、まあこっちであれば、例えばまあプレイの質問であったりも OK ですし、まあスカットの共有とかですね、スカット相談とか、あとまあ雑談も含めて、まああとご質問はまあ市場転売とか、転売以外っていうのが、まあ先ほど言ったプレイとかになってきます。まあこういうのも、やってますので、まあ、転売以外のところも、まあ、質問できる環境にはしてます。まあ、初心者の方とかも含めてですね。まあ、ちょっと対応もずっとできるわけではないので、極力早く対応はしようとは思ってるんですけど、自分の空き時間とか、まあ、僕以外の方も、お答えしていただいたりもしてるので、よければ興味ある方はぜひ入ってみてはどうかなと思います。はい。